今日は明るいうちです。いつもと同じ道ですけど、ちょっと明るいと景色も違います。香港によく多いですけど、このね、ラピュタみたいな木の根が壁に張ってるやつね、これすごいかっこいいんですよね。ここは切られちゃってもったいないですけど、これがラピュタですね。この木の根素晴らしい。わあ、香港では日常の風景です。わあ、こんなところです。昼は明るい時の山頂公園、こんなに人がいます。わあ、実は山頂公園売店もあったという。いつも深夜にしか来てないんで分かんなかったですけど、売店がありますね。入り口なんで逆側ですね。こっちはスタンレーとかそっちの方ですね。あの辺りがあれかな、高級住宅街、香港一の高級住宅街があるらしいんですけど、あ、しかしあそこの山なかなか良さそうになりますね。あの山、人が登ってますね。あの山登れるんだ。はあ、こっちの道かな。どっちだ。アンオーソライズドエントリー。やっぱこっちだとここまでしか行けないですね。555m。こちらでやりましょう。行く、どうでしょう。おそらく行けるところの最高の方なのかな。 555m ピークです。今回は六三木工武蔵さんの、木の眼鏡です。ヒンジも木、すごい軽いんですよね。木の眼鏡まだ使ったことない方はぜひ。こんな感じでもう行けません。こちらが上に続く道です。ここの目、多分ここが一番景色いいんじゃないかな。この前落ちそうになったのがここです。ちょっと夜来てこんな落ちそうになりました。ここですね、570。ここが、まあ、行ける限りで一番高いんじゃないでしょうか。しかも普通は人がいません。今の時間はいますけどね、ここはやっぱり静かでいいと思います。今度はあの山の中をトレイルしたら面白そうですね。あれは一体私は香港に何しに来てるんでしょうね。